13日、阪神、広島、甲子園、阪神、森下翔太外野手が左肩付近に支給を受け、甲子園が騒然となるシーンがあった。 6回に広島に2点を返され、誤算となって迎えた直後の攻撃、8日のヤクルト戦から自身初の参戦連発中の森下は先頭で打席に入ると、カウント1ボールから広島の3番手、中崎の投球が内角高めへ、ボールは背を向けて避けた森下の左肩付近に直撃し、森下はその場で倒れ込んだ、怒号と悲鳴が上がる中、 トレーナーナが駆けつけ、つ岡田監督も心配そうに見つめたが森下はそのまま一塁へ出場を続けたその後一志から佐藤輝の支給で一・二塁とすると前川の適時二塁打で森下が追加点のホームを踏みリードを広げた森下翔太外野手が左肩付近に支給を受け甲子園が騒然となるシーンがあった6回に広島に2点を返され誤算となって 迎えた直後の攻撃、8日のヤクルト戦から自身初の3戦連発中の森下は先頭で打席に入ると、カウント1ボールから広島の3番手、中崎の投球が内角高めへ。ボールは背を向けて避けた森下の左肩付近に直撃し、森下はその場で倒れ込んだ。怒号と悲鳴が上がる中、トレーナーが駆けつけ、岡田監督も心配そうに見つめたが、森下はそのまま一塁へ。 出場を続けた。その後、一氏から佐藤。